はいどうも、ゆうじでーす。今日はこちら、猫くん逮捕というお話です。ゲーム実況で人気を集めております、YouTuber の猫くんが、今回ですね、大麻所持で逮捕されたということなんですが、そちらの件が今回ですね、大変話題になっております。でこの猫くんという方なんですけれども、今、画面上で流れているかとは思うんですけれども、このゲーム、フ、え、ォートナイトというゲームなんですが、こちらの方を、まあ、実況する方ということで、大変人気を集めているんですね。ちなみにこちら、私が今、プレイしている際 中でございます今回はねあのー、ちょっと趣向を変えましてゲームをやりながらレビューをするというような形にちょっとしていきたいと思いますまあ実際にはねゲームは別撮りをしておりましてゲームをやりながら喋ることは私にはちょっと無理なのでさすがにね難しいなので大変恐縮なんですけれどもゲームの方は別撮りをさせていただいておりますまずですねどういう状況なのかちょっとご説明差し上げたいと思います記事の方から引用させていただきたいと思います、えー、処置で猫くん逮捕ゲーム実況人気誘致 好奇心でコカイン所持も人気 YouTuber が大麻を所持していた疑いで逮捕された事件が明るみに出たきっかけは意外なものだった大麻所持の疑いで逮捕された西川雄大容疑者21歳その職業は YouTuber。 ちなみに今回の事件でこうやって本名が出てしまいましたが、以前にですね、動画にちらっと本名が映ったりして、まあ知ってる方はもうこの本名、西川雄大という本名についてはご存知の方が多かったという形になります。なんかね、以前にね、通知表が出てきた時に、その通知表を出した時にその名前がね、映っちゃったとかなとかっていう話があるようで、まあそれでね、名前の方は実際にはね、結構知られてたようです。登録者数およそ90万人、ゲーム実況で人気の YouTuber、くんとして活動していた。 現在の登録者数がこちらになるんですがチャンネル登録者90万5000人ということで実は先ほど撮影する前に確認した時には89万3000人だったんですよまあ893っていう、ね、数字だったので何か因果関係があるのかしらなんていうふうに思ったりもしたんですが今ですねちょっとタイミングが遅くて90万5000人まで、えっと、チャンネル登録者が増えている状態になっております事件の発端となったのは3月11日西川容疑者の友人が酒に酔っ って警察に保護されたたことだった警察が持っていたカバンを調べたところ中から合計およそ 1.2g のコカインが見つかったという実はそのカバンは西川容疑者のものでたまたまこの友人が預かっていたというその後西川容疑者は警察署で聴取を受けコカイン所持について認めたというさらにその際所持品検査でおよそ 0.5g のタイ麻所持も発覚した西川容疑者はコカインの所持については既に 起訴されていてい今回大麻所持の疑いでも逮捕された。 とということなんですよ猫くんが友達にカバンを預けておいたらその友達がベロンベロンに酔っ払って警察のお世話になった時に所持品検査されて「コカインあるじゃないかお前のか」って言われた時に「いやこのカバン猫くんのだから」っていうことで猫くんのコカインということが判明したということのようなんですが、まあ、これについてねこの巷でいろいろ言う方がいらっしゃるんですけれども友達をかばっているんだ。猫くんが友達をかばっ 自分のものだというふうに言っているんだというふうなご意見なんかも結構見られるんですがおそらくそれはないんじゃないのかなと俺は思っているんですねむしろあの逆はありえると思うんです猫くんが持っていたものを友達がかばうなんていうことはありえるとは思うんですよ何かっていうとそういった事件が表沙汰になった時に逮捕された時にダメージが大きいのはおそらくその友達よりも猫くんの方だと思われるのでその場合 猫くんをかばうということはありえるとは思うんだけども逆にその友達を猫くんがかばうということについては自分の現在の職業やその他関係する方々にたくさんの迷惑をかけるということを考えた時にそういったかばうという行為についてはほとんどありえないんじゃないかと俺は思っているんですね。まあおそそらくファンの方はそうやって その猫くんがそんなことするはずがない。おそらく友達をかばって自分のものなんだっていう風に思いたいっていうことなんだろうとは思うんですけれども、その猫くんのこれまで置かれているその状況だとか、今いる立場だとかね、その仕事なんかを考えたときに、そういったことは多分ね、ありえないんじゃないかなという風に考えるのが妥当だと私は考えております。これれれれれほららら自分1人だだけけでで例えば逮捕されてももそ収められるんだったらいいど 色々ね、その関係する企業だとか仲間だとかそういったものもいるわけでそういったことを考えた時にかばって自分のものだっていうことをした場合自分だけで済まないからそれはね多分できないと思います調べに対し西川容疑者は容疑を認め大麻を吸った理由を19歳で上京しかっこつけたくて好奇心で大麻を吸ったと話しているというまた大麻を吸うとボーッとして下手になるのでゲーム中は吸わないようにしていたなどと話しているという いやむしろその理由がかっこ悪くねえかっていう話にしかならないと思うんですけどどうでしょうかだってさ冷静に考えてよその大麻を吸ってるとかコカインをやっているとかって大っぴらに人に人言えることとじゃないと思うんですよ誰にも言えないことをやっているっていうことなわけだからかっこつくははずずもないはずないんですよねだから普通に考えたら大麻を吸うことがかっこいい っていうことが理解できないんですよ。 でも理由としてかっつけたかったっていうふうに言ってるわけじゃないですか誰かにかっつけるっていうことであれば自分が大麻を吸っているっていうことを言っても構わない人間がいるっていうことなわけでそれってもしかしたら同じように大麻を吸っている人間なのかもしれないよねって話になるわけですよだって誰かにそれを知られない限り大麻を吸っているっていうことでかっがつかないんだもの誰にも知られなければかっこいいなんていうふうに思われないわけで そうするともしかしたら今後の捜査の進展具合によっては猫くんの知り合いの方ももしかしたら同じように逮捕されてしまう可能性もあるのかななんていうふうには考えております。 まあそれでもさ、同じように吸ってる人に、じゃあそれ見せつけてカッコつくかっていうと、いや、つかないよね <laughs> と思うんですよ。それもありえないと思うので、まあまりにもね、その理由がまあ幼稚すぎるなというふうには思っています。で、今回は、大麻の件で取り出さされてますけれども、実際にはコカインの件があり、大麻のことが発覚しているという流れになりまして、時系列の方はこのようになっております。え西川雄大容疑者のコカイン大麻所持が判明した経について 警視庁池袋警察署は西川容疑者が紛失したカバンが同署に届き中身を確認したところコカインが入っていたことで3月18日に出頭翌日に麻薬取締法違反容疑で逮捕したということですその際に所持していた別のカバンからタバコのケースに入った不審な巻紙17本が見つかりそれを鑑定した結果17本から乾燥大麻が見つかったといいますそしてコカインの件は麻薬取締法違反容疑で逮捕されて4月 の8日に起訴されているということになっておりますこれさ俺が思うんだけどもそもそもね大麻、まあ、なんか持ってる方が悪いっていう話ではあるんだけれどもそれは置いといて何で警察に持ってったんって <laughs> <laughs> なんでそんなもの所持したまんま警察に行ったんっていう話なんですよあの警察舐めすぎなんじゃねえかなと思うんだけどねこれ先ほどの記事とそのカバンを警察が入手した経路っていうのがちょっとなんか記事の内容がちょっと違っているようなのでどちらが正しいのかはちょっとわからないんですけれども猫くんが紛失したカバンが警察署に届いて中身を確認したらコカエンが出てきてでカバン取りに来いよっていう風に警察の方が言った 時にその多分コカインが入ってたとか、多分言わなかったんじゃねえかなとは思うんですよ。だから、のこのこと言って、カバンをそのまんま受け取って帰ってこれると思ったら、これお前のかっていうので、あ、はい、すいません、それ、自分のですっていうような感じなのかなというふうには考えてはおります。で、その時にそのカバンの中にコカインが入っているっていうことを忘れていたのか、覚えていなかったのか、知らなかったのか、わかりませんけれども、受け取って、そのまんまカバンを持って帰れると思っていたところ、そんなものが。出て できたっていうことで問い詰められてさらに身体検査をされた時にタイマを警察署の中に持ってきちゃったもんだからそれも見つけられてはいアウトっていう話なんだろうという風うには思っておりますまあこれが正しいかどうかはわかんないですけどねまあ今回の事件の全体の印象としては猫くんがアホすぎて良かったなっていう話だと思うんですよまあ、このようなね警戒心の低い行動を取ったがゆえにこのようにね警察の方も発見することができたということでまあ一人ね薬中が捕まえる ことがでできたととといいいうことで、まあ、非常にいいニュースなななんじゃないかなと私は考えていますていうかさ役中全員さこういうお粗末な行動してくれねえかなとは思うよねそうすりゃさ捕まえるのも簡単だろうにとは思うんだけどねちなみになんですが今回のこの猫くんの逮捕というニュースを受けてオーメンというブランドがくんのスポンサーをを終了すするという発表をされております日本 HP ゲーミングブランドオーメンは4月13日有名フォートナイトプレイヤー くんおよびチームミスタークランのスポンサー活動を終了したこれはオーメンの公式 Twitter よりアナウンスされたもの同日4月13日に大麻所持容疑で逮捕されたことが報道されインタビュー記事などが削除されていたが正式にスポンサードの終了がアナウンスされたネコ、ね、くんがオーナーを務めるチームミスタークランに対するスポンサードも終了となっているでそのツイートがこちらとなっております、えーね、くくんんに関する報道を受け、ね ミススターーランに対すするスポンサー活動を終了いたしますということで2020年4月13日の午後7時30分に発表をされているということになりますニュースになってからこのツイートまでかなり迅速な対応されたんじゃないかなというふうには思っておりますていうか今回のこの件でオーメンっていうブランドを初めて知ったっていう人も結構多いんじゃないのかなまあ各有私もその一人なんですけれどまあ不本意な形だとは思うんですけれども今回の猫くんのこの薬物 騒動において名前がねたくさんの方に認知されたというような結果になってしまったということに関してはまあ、かなり複雑な思いはあるんでしょうねおそらくねただオーメンのブランドイメージがいいイメージで伝わったわけではないというふうに思いますので今後猫くんがまあ、釈放なりされた後何かしらの契約内容に違反行為が見られたということであれば猫くんに対して賠償の請求などがされる可能性もまあ、非常に高いんじゃない のかなという,ふうに思っておりますどうやらこのスポンサードを受けていたミスタークランというクランに関しては猫くんが主導してやっていたクランのようでどこか企業が運営していたわけではないようなのでおそらく今回の件で解散しちゃったりするんじゃないかなとは思っているんですがもしね今後続けていくとしてもかなりいばらの道なんじゃないかと思っていますので最低でもこのクランが継続するということであれば猫くんはこのクランから手を引かざる 得ななないいいんじゃないかなという,ふうに考えておりますもしそのまま猫くんがトップの座に居座ったまんまこのクランが継続されるということであれば社会から信用されないというふうには思いますのでさすがにそれはね無理があるんじゃないかなというふうに考えておりますでねちょっと今もう一回猫くんのチャンネル登録者数ちょっと見てみたんですけども実はね1000人増えてるんですよ撮影し始めてから今現在で1000人増えてるんですけどおそらくその猫くんが釈放されてからのその謝罪動画待ちなん じゃねえかなというふうには思うんですよまあおそらくね猫くんは出すと思うこれについて何まあ、どういうふうに言うかまではわからないけれどもおそらく何か語るとは思うのでまあ、その動画を待つためにチャンネル登録をしている方が結構いるんじゃないかなというふうには思っておりますなんかここ最近なんかゲーム関連の事件が結構頻繁に起こってるなっていうイメージがあるんですがつい先日ね私の方でも動画にさせていただきましたがた、えー、ぬかなさんがね不適切発言をしたということ で大炎上してしかも同じね所属チームのサイクロップスアスリートゲーミングの、えー、アヤゲーターさんも同じように不適切発言をしていたっていうような事件があったかと思いますどちらの方は法的にどうこうって話ではなくて社会的にまずいんじゃないのっていう行為だったとは思うんですけど今回の猫くんに関しては完全に法律を犯しているということでそちらの件とはねさすがにね違うさすがにそれらの件とはちょっと一線を画すよね今回の件に関しては明らかにだって 犯罪者だもんね今回ね でしかもさ、このフォートナイトって、このスイッチでもできるゲームなので、未成年がね、かなりやってるゲームなんですよ。そのせいか、このネコくんのファンも、まあ、未成年が多いわけですよ。SNS 上とかでのそのコメントも、かなりですね、幼いコメントが散見されまして、その信じられないとかね、ネコくんがそんなことするはずがないみたいなことを言ってみたりだとか、その帰ってくるのを待っているとかね、いつまでもネコくんを応援してるみたいなことを言ったりしていて、悪いことをしたっていうことを、まずは反省させる 必要があるんだけれどもそういうことに向いていない人たちがやっぱり多いんですよそういった意味でもその犯罪に対するハードルが低くなりかねないということであまりいい影響を与えないというふうには思っているのでできればねこういったその未成年が多い界隈には戻ってきてほしくないなっていうのが俺の気持ちになりますただおそらくまあねお金が稼げるからっていうことでまたこの界隈に戻ってくる気がするんだけれどもその辺はねその親御さんがこの件を覚えておいて でしっかり子供たちにこの猫くんのチャンネルは見ない方がいいよと悪影響があるかもしれないよっていうことでしっかり教育をしていく必要があるんじゃないのかなというふうにこの件で感じておりますということで今回はですねフォートナイト実況者の猫くんが逮捕されたというお話でございます皆さんはこの件どのように思われましたでしょうか何か思うところありましたらぜひコメント欄でコメントしていただけると大変嬉しく思いますあとはこの動画がいいなというふうに思っていただければぜひチャンネル登録をお願いいたします以上